ナンバーアンダーラインアイ全国ツアーで一生の思い出を作ろうライブの感動と楽しむポイント福井の円形会場でナンバーアンダーラインアイライブを楽しむ秘訣と体験談私は一人の熱心な ILYs としてナンバーアンダーラインアイの全国ツアーが発表された瞬間から心が躍りました特に私の地元である宮城での公演が予定されていると知った時の喜びは言葉に表せませんでした 地元で応援できるということは、ファンにとって一つの夢であり、特別な経験です。私は宮城での公演に応募する予定ですが、それ以外の会場についても詳しく調べてみることにしました。なぜなら、どこであってもナンバーアンダーラインアイに会える機会を逃したくないからです。まず、札幌の会場について考えてみました。北海道は広大な自然と美しい景色が魅力ですが、 冬のの寒さは厳しいものがあります初めての北海道訪問となるファンは防寒対策をしっかり考える必要があります重ね着をすることで室内外の温度差に対応しやすくなりますまたクロックスなど滑りにくい靴を履くこともおすすめです札幌の会場は広々とした空間であり多くのファンが一緒に楽しむことができる場所です 地元の人々だけでなく、遠方からも多くのファンが集まることでしょう。次に、神戸の会場についてです。神戸は美しい港町であり、神宮寺丹にとって特別な場所となることでしょう。私はすでにホテルを予約しており、10月30日の神戸公演に向けて準備を進めています。神戸の会場は、アクセスが良く、観光スポットも多いので、 公園の前後に観光を楽しむこともできます。また神戸の会場は広く音響設備も優れているためライブの迫力を存分に感じることができます福井の円形会場も興味深い選択肢ですこの会場はファンが近くでアーティストを見ることができるため一体感を感じることができます私自身も他のアーティストのライブで福井に訪れたことがありますが その時の感動は今でも忘れられません。福井の会場は、小規模ながらもファンとの距離が近く、ライブの臨場感を味わうことができます。また、愛知のスカイエキスポについても触れておきたいと思います。この会場は都心部から離れているため、アクセスに少し時間がかかるかもしれません。しかし、その分静かで落ち着いた環境でライブを楽しむことができます。 私は低身長のため、フラットなフロアでの観覧には少し不安がありますが、前の方の席を確保できれば問題ありません。愛知は美食の街としても知られており、ライブの前後には地元のグルメを堪能することも楽しみの一つです。遠征を考えると、費用の問題も頭をよぎります。飛行機代やホテル代がかさむため、本州公演に応募する際には慎重にならざるを得ません。しかし、 それでもナンンンバーアンダーラインアダライに会いたいといたとう気持ちは変わりません。私は埼玉のアリーナ公演にも応募する予定です埼玉は私の実家がある場所でもあり地元の友人と一緒に楽しむことができるのが魅力です埼玉アリーナは大規模な会場であり多くのファンが集まることで盛り上がりも一層高まることでしょう九州のファンにとっては福岡のマリンメッセが重要な会場となります 九州全体から多くのファンが集まるため、競争率は高くなりそうですが、その分熱気もすごいことでしょう。私の友人も九州に住んでおり、福岡公演に応募する予定です。彼女と一緒にライブに参加できる日が待ち遠しいです。ライブのチケット争奪戦は激しく、当選するかどうかは運次第です。しかし、私たちファンは諦めずに応募し続けます。 私もすでにいくつかの公演に応募し、当選祈願の意味も込めてホテルの予約を済ませました。当選することを信じて、ライブの日を楽しみに待っています。ナンバーアンダーライン愛の全国ツアーは、多くのファンにとって一生の思い出となることでしょう。各地の会場で行われるライブは、それぞれの地域の特色を感じながら楽しむことができます。私たちファンは、 どの会場であっても全力で応援し、最高の時間を過ごすことができると信じています。ライブが終わった後も、ファンのマナーが問われます。ILYs として、会場を去る際には周りのゴミを片付け、綺麗な状態を保つことが大切です。こうした小さな努力が、次回のライブ開催にもつながると信じています。私はこれからも No.1LINE I を応援し続け、 全国各地でのライブを楽ししみにしています皆さんもそれぞれの地元や訪れる場所でのライブを心から楽しんでください。ナンバーアンダーラインアイの音楽とともに素晴らしい思い出を作りましょう。そして最後に皆さんに問いかけたいことがあります。ライブの中であなたが最も感動した瞬間はどんな時でしたかその思い出を胸に これからも一緒にナンバーアンダーラインアイを応援し続けましょう私自身ナンバーアンダーラインアイのライブで最も感動した瞬間を振り返るとやはり初めて彼らのパフォーマンスを間近で見た時のことが思い出されます照明が暗くなりステージに立つ彼らのシルエットが浮かび上がった瞬間会場全体が一体となって歓声を上げたのです音楽が始まり彼らが歌い出すとその場の空気が一変し ままるで魔法ににかかけられたた。のように感じました彼らの歌声、ダンス、そしてファンとの一体感は、言葉では表現しきれないほどの感動を与えてくれました。ライブ後も、ファン同士の交流が続きました。会場の外でファン仲間と感想を共有し、次回のライブの計画を立てることも楽しみの一つです。SNS で知り合った友人たちとも実際に会うことができ、 共通の話題で盛り上がることができましたこうした交流が私にとってファン活動の大きな楽しみでありナンバーアンダーライン愛を応援するモチベーションにもなっていますまたライブの途中でメンバーがファンに向けて感謝の言葉を述べる場面も印象的です彼らの言葉には真摯な気持ちが込められておりその一言一言がファンの心に響きます特に 地元の話題やその日のライブの特別な出来事について触れるとき会場全体が温かい雰囲気に包まれますこうした瞬間はファンとして彼らを応援してきたことへの報われる気持ちとさらなる応援への意欲を駆り立てますさらにライブの衣装や演出にも注目していただきたいです n o ア i のステージは毎回異なるテーマやコンセプトが設定されており そのの創造性と細部へのこだわりには驚かされます。衣装のデザインや色使いステージセットや照明効果など一つ一つがパフォーマンスを引き立てる要素となっています特に私が印象に残っているのは彼らのデビュー周年を記念したライブで過去のヒット曲をメドレーで披露した場面です衣装もそれぞれの時代を象徴するデザインでファンの思い出を呼び起こすような演出が施されていました また、地方公演ならではの楽しみもあります。例えば、北海道公演では地元の特産品や名物料理が紹介され、ファンも一緒に楽しむことができます。私は以前、福岡でのライブの際に、地元の美味しいラーメンを堪能しました。ライブの前後に地元の観光地を巡るのも楽しみの一つです。こうした体験は、ライブそのものの楽しさだけでなく、 その土地ならではの魅力を感じることができ、旅行としての楽しみも加わります。もちろん、ライブに参加するにはチケットの当選が必要です。抽選結果が発表される日が近づくと、心が落ち着かず、何度もメールを確認してしまいます。当選の知らせを受け取った時の喜びはひとしおですが、落選した時の悔しさも大きいです。それでも、 次のののチャンンスを信じて応募し続けるのがファンの姿勢です私もこれまで何度も落選を経験しましたがその度に新たな希望を胸に応募し続けていますまたライブに参加する際にはファン同士のマナーも重要です会場内でのゴミの持ち帰りや周りの人々への配慮など小さな心遣いが大切です ILIs は常に礼儀正しく 周囲の人々への敬意を忘れないファンでありたいと願っています。こうした姿勢が次回のライブ開催にもつながり、さらに多くの人々が安心して楽しむことができる環境を作り出します。